はい、どうも皆様お久しぶりです。マリーでございます。今回もスクールガールストライカーズね、元気に実況していこうと思います。スクールガールストライカーズ来たか。どの任務に行くかは考えてあるな。なんかね、あー取りすぎちゃった。今思いっきり噛んだね。今ね、かがりちゃんが身につけているね、この衣装なんだけどね、多分私全員分手に入ってないと思うんだよね。まあしょうがないんだけどね。必ず目を通しておくのだぞ。すいません。今日は何をしましょうかね。まあなんか久々でなんかめっちゃハキハキしてるから、なんか調子乗ってるなこいつ、クソ野郎だなみたいに思われてるかもしれないんですけど、まあね、今結構楽しく実況できてるんで、まあいいかなと思います。はい、今お前だけっていう話なんですけどね。はい、今ご覧の通りね、怪盗衣装これだけしか手に入っておりません。はい、めちゃくちゃ可愛いんだけどね、もうちょっと欲しかったんだけど、なんかイベントがね全然できなかったんだよね。それね、もう今日からやっとこそ参加できたしね、このイベントも。あ、でも昨日から始まったんだよね、このイベントは。なら大丈夫だよね、多分だけどね、多分。うん、強いメモ海外は認めんぞ。三連ガチャって前からあったよね。前からあったな。あ、ターニャのこんな衣装も出てるんだね、結構可愛い。めっちゃえ待って、楓さんの衣装もできたんだ。初耳なんですけど、まあしょうがないな、自分がサボってたってわけじゃないけど、まあしばらくやってなかったからね。じゃあ確定ガチャとレアガチャ1回ずつ回していきましょう。 GO! まあね、来年はね、2ヶ月間まあ来年で言ったら昨日ぐらいからもうディズニーじゃないわニュージーランドっていう国行くんで、まあみんな知ってると思うんだけどね。まあ行ってくるんで、まあやっぱりね、2ヶ月間の間ね、動画投稿できないんですよ。まあそれもあるんで、まあ今のうちね、たくさん動画投稿、まあできたらやっていこうと思います。はいはい、絶対できたら、まあできたらっていうよりも、まあ無茶はしない程度に動画投稿しようかなって思う。もうできたらっていうよりもね、なるべくやりたいんだけど、もうね、もう土曜日まで学校あるもんだから全然できないんですよね。うん、まあね、皆さんもね、会社とかね、バイトとか大学とか、高校とか中学とか小学校はないかな、わかんないけど、まあ、幼稚園児いたらびっくりするよね。まあね、いっぱいいると思いますよ。まあね、無責任なことは言いませんけど、頑張ってくださいと言っておきます。はい、本当に無責任ですね。なんかみんなもうすでに頑張っているのに頑張ってくださいって。まあ皆さんもね、まあ私も一応まあ頑張ってるって言ったら頑張ってますけど、でもまあお互い頑張りましょうか。はい、はい、じゃあ飛ばしましょう。ていうかまだ一回も戦闘シーン見せてないよね。今日は対戦なしで行こうか。どうしようかな。なぜかね、この衣装が地味に合うっていう。なんかもうこれ私服でもいいんじゃないかなっていうぐらいなんだけど、今気づいた、リボンついてたんだここ。もうこれも私服でいいと思うぐらい可愛いんだけどね。ごめんなさい、今多分爪の音入ったと思うんですよ。まあ、爪ちょっとだけ当たっちゃったんで、まあ、しょうがないですか。はい、なんかもうさ、今自分が日本語喋って、待って、なんかさ、もうさっきから、まあどっちでもいいけど、なんかもう日本語喋れてないような気しかしないんだよね。まあ時間ないんで対戦はやりませんけど、まあどっちやねんっていう話なんですけど、めっちゃ可愛いじゃん、衣装。もうすぐだね、多分。はい、じゃあ今回はこれで終わろうと思います。もしよければ高評価、チャンネル登録、もしよければコメントよろしくお願いします。それじゃあまたね、バイバイ、バイチャー。